日のストップ高銘柄はこちらになります。一つずつ解説していきます。ベクターはソフトウェア販売をしている会社です。急騰した理由は電子署名サービスの提供を開始すると発表したからです。昨日に引き続きストップ高となりました。コロナによってテレワークが増えていることで電子署名の需要も増えるのではないかという思惑で買われているようです。ちなみに決算は悪く赤字転落しています。リミックスポイントはエネルギー、暗号通貨、省エネ支援、中古車販売、旅行などのビジネスをしている会社です。急騰した理由は推測ですが暗号通貨の高騰によるものだと思います。昨日に引き続きストップ高となりました。2月12日の決算で赤字が減っているものの、その影響で株価は上がっていませんでした。ビットコインが過去最高の5万ドルを突破したことで、暗号通貨関連の株が買われているみたいです。インタートレードは、証券向けシステム開発をしている会社です。急騰した理由は、暗号資産交換業者として財務局へ登録が完了したと発表したからです。暗号通貨銘柄へ仲間入りしたので上がっています。他の証券系システム銘柄も気になってきますね。グローバルウェイは転職・就職情報サイトの運営などをしている会社です。急騰した理由はよくわかりませんでした。コロナ収束が見えてきて就職関連銘柄にも期待が来ているのかもしれません。インバウンドテックは多言語コンタクトセンター・コールセンターなどを運営している会社です。急騰した理由はよくわかりませんでした。決算ができったことで思惑で株が買われてきていますね。毎日その日にストップ高した株の紹介と簡単な解説をする活動をしています。もし今後も継続してほしい、また見たいということであれば、ぜひチャンネル登録、いいねをお願いします。